ゆうのややさん、おはようさんです。かぶさん、24日は土曜のウーの日でうなぎを食べる日ですよ。うなぎは高いですね。高いから1年に1回くらいしか食べないですね。かぶさんも食べたいですかベルギーにもうなぎが来る日が来るといいですね。一応ね、ベルギーにもうなぎあるんですよ。はい。でもそんなにはみんな食べてないかな。うん。 さらかでさん、今回の奈良の鹿に対して暴力を加えた事件についてですが、動物愛護法で罰することはどうやら無理のようです。しかし、文化財保護法という法律に反している可能性が高いと見られて、この法律を適用することは可能になるんではないかと思います。文化財保護法違反容疑で有罪だった場合、5年以下の懲役か、禁錮もしくは100万円以下の罰金刑となります。したがって、最大の懲役 金庫5年の刑を課すことが可能ということになりますえ過去の事例を見てみると2010年に鹿の肉を売る目的でボガンを死海を打ち死なせたとして飲食店経営の男がえ文化財保護違反のでえ懲役6ヶ月の実刑判決が下った事例があるそうですうん。このように天然記念物である奈良の鹿を傷つける行為は犯罪であり極めて悪質なケースでは実刑の可能性も あるとということになります今回に関しては鹿の命は無事だったためこの判例から見る限りでは実刑判決を下すことは現実的には無理があると思いますが日本人の心情からすると実刑判決にして徹底的に懲らしめてほしいと思うほど憤りを感じますということですねはい果たして,どう,なってどうなっていくんでしょうかねまず捕まえることができるのかどうか ユリヤーさん、おはようございます。え鹿を蹴るときに邪魔じゃあどけとはっきり言っています。え中国観光客ならば T シャツだけで手ぶらはなわけないですし、うん、私も隣の大阪に住んでいますが、邪魔やとは言いますが、邪魔じゃャは普通の人は言い、ま、使いませんが、 怖い系の人とかが使うイメージです。他の人たちも日本人と言っている人が多いですよ。しかは、奈良にとって天然記念物で、えー、大切にされて道にいても、避けるまで待つとか、それくらい、えー、大切にされているのに、あんなひどいことをして、我が物顔で歩く姿を見て、ゾッとしました。早く逮捕してほし,で欲しいです。いやー、でも今回ね、映像ありますが、映像がないところでも、 なんかいろいろやってるっぽいですね。他にもね、ちょっと映像見ちゃいましたけども、結構やってるんですね。鹿に対して暴力振ったりとか、平気でそれを動画にね、開けたりとかしてる人いるんでしょうね。はい、ちょっといい加減にね、してほしいなと思うんですけども。うん。えー、かぶさん、珍しい希少な虫のヨドシロヘリ半ウっていう虫が、和歌山県で見つかったそうですよ。えー、この虫は環境省の ネットリストに入って、絶滅危惧種だそうです。うん。えー、かぶさん、この虫は知っていますかえー、写真を見たら小さいアリっぽい虫でしたよ。半妙っていうのは知ってますけど、ヨドシドヘリ半妙っていうのは今知りましたね。うん。ももちゃんさん、おはようございます。かぶくんへ、奈良県の広報を見ると、奈良の鹿は天然記念物であるため、 故意に傷つけると法で罰せられますと明記しています。え、奈良の鹿を故意に傷つけると文化財保護法の違反に問われます。いろんな法律や法案や条例などがありますと。え、それだけ奈良の鹿は特別なんだと認識しましょうねということですね。まあ、あの、奈良の鹿に限らず動物をこう蹴ったりとかね、する行為って、ちょっとどうかなって思いますね。人として。 人間としてもちょっとえって思っちゃいますね。うん。はい。そして、かブさん。目の前に来て、サッカー男子のメンバーの半田選手かな半田選手半田陸選手が骨折で離脱したそうです。うん、えー。残念ですね。残りのメンバーで頑張ってほしいですね。ちなみに、サッカーは大岩ジャパンって言うそうです。ということらしいですね。大岩ジャパン。ネーミング。 なるほど。はい。うん。おはようございます。今朝は曇っています。本日は日本のテレビ放送におけるアナログ放送が終了した日です。2011年7月24日をもって、岩手、宮城、福島を除いて、アナログ放送が終了し、デジタル放送に移行しました。当初の予定では47都道府県一斉にアナログ放送を終了する予定でしたが、2011年、 3月11日に発生した東日本大震災の影響で、岩手、宮城、福島県の3県は、えー、終了日が延期されて20、2012年3月31日に終了しました。えー、ベルギーのデジタル放送いや、全然わかんないです。はい。てか、そんなのあったかな全部同じだった気がしますけど、全くわかんないですね。うん。 アメリカのホワイトハウスはトランプ前大統領の暗殺未遂事件をめぐり、隕石引退を取る形で、えー、シークレットサービスのチートル長官が、えー、辞任したと発表がありました。当、え、面、ー、の間、副長官の長官職を代行するということになるそうですということですね。うん レモンみかんさん、かぶくん、こんにちは。え、神奈川は35度前後、千葉秋の40度だったそうです。千葉県で。うん。え、東京、埼玉も暑くて、スコールになったりもしているようです。え、トランプさん、狙撃事件で、 敬語に不備があった反省から、中には女性の敬語ではトランプさんより低い身長だから、敬語できないという批判もあるようです。敬、え、語、ー、の仕事にも女性を採用するということですが、敬語の仕事をしたい女性もいます。うん、平安時代末期、基礎吉中には、えー、3人の妻がいました。うん、えー、友江御前はいつも、 吉中におき、従い、共に戦場で戦った、えー、勇敢な、モ、えー猛女です。吉中が戦死したとも生きてましたと。えー、みんな、昔からアマゾネスみたいに戦う女選手もいます、えー。みんながみんな弱い女性ばかりじゃないと思います、えー。男性だってみんながみんな強いばかりじゃないと思います。 えー、それぞれ強みもあり弱点もあり適材適所、えー、道は開かれているということで極端な考え方はしなくてもいいと思いますということですね反法令団体のシ,、えー、シー・シェパードの代表ポール・ワトソンと、えー、白里弘秀のおじさんが、えー、デンマークグラングリーンランドで4月23日に逮捕されました、えー、日本の 捕鯨補選を妨害するために、えー、下関に向かう途中に逮捕。そうなんだ。えー、8月15日まで、グリーンランド当局に拘束され、えー、引き渡すかどうか判断するそうです。シーシェパードはとりわけ日本の調査捕鯨に過激な妨害行動をしていき、えー、海上保安庁は2010年に威力不良妨害の疑いで、えー、逮捕状を取り、 ICPO 国際刑事警察機構を通して、えー、国際手配をされてました。アメリカでの裁判で妨害行動を永久的に行わないと和解をしているが、まだやるのかと。だから日本は100頭、韓国は2000頭の補助をしていますから。うん、そっちはいかないのかね、えー。誰が資金援助をしているのか、暴露した前、えー。最近、メーカーにペンキをかけるとか、賃金を燃やすとか、英国の遺跡ストレ ストーンヘンジに何か噴射をしたり、えー、観光妨害とか、えー、奴隷貿易、移民ビジネスとか、マスゴミとか、同じような匂いがしますということですね。あの、同じヨーロッパのアイルランドでは、イルカをですね無造作、無残に殺すだけのね、変な文化があるんですよ。はい。しかも、1千頭どころゃな、もう2 0頭とか平気で殺して、血の海になりますからね。そういう文化もあります。1年に1回か2回かな。 イルカを本当殺すだけですよ、うん、そういう風にもっとね、突っ込んでいってほうしいなと思うんですけどね。うん。看護がこれ2戦闘0頭してるんですね。うん。洋さん、かぶくん、おはこんです。えー、あっという間にオリンピックですね。えー、ゾクゾク、あ、オリンピックモードですね。ゾクゾクと選手の皆さん、 パリエディしています、えー。賛否はあれど、えー、選手の皆さんには存分に戦い、えー、存分に楽しんでほしいです。パリといえば、犬のうんこを思い浮かべる私ですが、えー、私一生懸命清掃したんでしょうか。うん。えー、しばらくは寝不足がつきそうです。頑張れ日本、背骨。いや、ほんとね、ベルギリーもなんですけど、犬のうんこ、めっちゃ多いんすよ。この前、日本帰った時に、うんこないなって思いました。ほんとに。あの、 土手とかに行ってもなかったです。あんまり。ってか、ほんと見てなかった。で、5年前日本にいた時よりもなかったなって日本は思いますんで、皆さん、犬の散歩してる方、日本人、素晴らしいです。はい。あの、こちらはもう、一歩歩くだけで、茶色いとこありますからね。あの、歩く時は注意してくださいね。はい。下向いて歩こう。うん。 注意することなく傍観をしている日本人が悪い。誰にも注意されなければいいと思って、思われても当然。盗撮して、晒して何かを成し遂げたと思っている日本人の方が恥ずかしいということですね。うーんなるほど。まあでも今回の人って日本人な可能性もあるらしいですね。はい、今回のあのスカの事件でしょ。うん、こ,これねここ、この人ね、この人。うん。 恐ろしいですよ。なんか、日本人の可能性がある。関西人の可能性もあるということらしいですね。でも過去に確実に中国人もやったらしいんで、あれですが、この人に関しては、日本人の可能性もあるらしいですね。うん。関西人か。うーん。ねはい。憶測で言うのは危険なんですが、 日本を煽ってユーズに向かわせているんじゃないかと思う。だから逆に日本には煽られないようにえ内心を、内心は怒りしかないけど、今の政府は国民を大事にするわけないから、えー、国民一人一人が中国に煽られないように今は我慢ですよね。えー、動物虐待は許せませんねということですね。まあでもね、ほんとそれも思います。変に向こうの思う壺みたいになっちゃって、えー、コントロールされるっていうこともね、あれですからね。 はい。あの、そう思いますね。あの、知らないうちにね、洗脳されていくわけですよ。はい。うん。あと、台湾で、えー、大きな戦争を、あのー、まあ、中国が攻めてきた時のための避難訓練っていうのはね、行われましたね。はい。うん。まあ、こう言ったらあれですが、日本も少しやってた方がいいのかなそんなことないか。 えー、こんなことを岸田にお願いしても聞いてくれると思いますかいい加減気づいてください。えー、岸田に何を訴えても、聞く身なんて、えっ、えー、とね、持つはずないし、岸田なんて2、3ヶ月で、えー、総理大臣でもないから他の方法を考えた方がいいと思いますということですね。うん。確かに。確かに。うん。ま、でも今回はね、日本人じゃない、あ、日本、え中国人じゃないらしいですからね。 うん。まあでも今回の安国のおしっこの件だって、そんなに厳しくない対応ですからね。はい。ちょっと本当にね、ねうん。あ、了解しました。直道様。よろしくありがとうございます。はい。うん。も、ま、う、あまあ、本当、恐ろしいですからね。こういうやつにね、注意、まあ、基地外みたいなやつに注意すると、帰り討ちにあって、本当に何さるかわかんないときありますからね。まあ先ほども注意するべきだってね、コメントわかりますけど、 ねえ。だけどちょっとね、危ないっすよね。注意する方はもうちょっと注意が必要かなっていうね、ところですがね。はい。どうもです。